プリンチェサーです。今回はこちら、チョコエッグチョコサプ、何種類か一気に開けていきたいと思います。はい、もうちょっとでコンプっていうのがいろいろあります。今回は新商品のスプラトゥーン3とすみっこ暮らし3、ちょっと多めな感じで見ていきますが、はい、まずはこちら、ドラゴンボールのチョコサプになります。バンダイから発売されたチョコエッグっぽい商品。はい、こちら全16種のラインナップとなっていて、14種まで揃っています。はい、あとちょっとなんですよね。誰がいないかっていうと、これですね、スーパーサイヤ人ゴッドの悟空とシークレットのもう一種類ということで、一個でも先に進めますように。さあ来るかな。このね、包み紙とかすごくいいんだけど、はい、カプセルもね、カプセルっていうかチョコもいいよね、これ。この2種類いいな。はい、中にはあの袋みたいなのに入ってたんだったかな。さあ今回はこちらですね、ご飯のビースト。結構これもいいんだけれども、ちょっとおでこ広めなんですよね。はい、さあ2個目。いやー、この前開けたら敵キャラ祭りだったから、今回はいい感じだといいな。さあ2個目は誰だ。あ、こちらはゴジータですね。ですね、ですよね。スーパーサイヤ人ゴッドのスーパーサイヤ人、ブルーの髪がかっこいいです。これはね、結構いい感じ。はい、この流れで来るか。あー、ゴッドの悟空来るかな。どうしても振っちゃう癖で。さあどうだ。あー、これは違う。はい、こちらね、普通のスーパーサイヤ人の悟空。これのゴッドマン欲しいんだけどな。ラスト来るか、もしくはね、シークレット、シークレットのもう一個。結構ね、シェンロンが来るんだけど、もう一つの方が来なくって探してます。さあ誰だ。あ、ぎっしりっぽい。いつもっていうか、さっきのまでのよりは重いっていうか、開かないっていうか。さあ誰だ。シェンロンっぽいなー。違うかな。あ、違かった。ブロリーです。はい、ブロリー。まあ。はい、ということで今回もコンプには届かず、もうちょっと頑張りましょう。はい、じゃあ続いてはこっちをガンガン開けていきます。スプラトゥーンもあとちょっとな感じで、はい、ラインナップを見てみると、オフトリングのブルーとマンタロー、あとはタコのブルー、そしてシークレットかなです。ウツボちゃん並べそびれてた。はい、います。ということで、はい、開けていきまーす。いい感じにね、人もね、揃ってきてるから、かなりこう、コンプ期待できるんじゃないかと思うんですけど。さあ、誰だ？あ、木彫りのクマさん。クマさん、これね。組み立てるとこんな感じになります。結構いいです。鮭が鮭してていいですね。スプラらしい感じの鮭。いいですね。はい、こちらは最強図鑑選抜編。何が出るかなんですけど。開けるの楽しいね。普通の
よりちょっとお安めだから買いやすいですね、このシリーズ。で、結構クオリティ高い。中は蓄光タイプとかのあの、光るやつなんですけど、かっこいいんだよね。お、ルブロン大土蜘蛛と対決するワイバーンです。ワイバーンだって。ドラゴン最強図鑑より参戦。なんか別のシリーズの時にワイバーン来たことなかったかな。羽がね、残念な感じになってるけれども。このね、あの曲がっちゃったやつとかは、塗る前とかにつけておくと、少し元に戻るんですが、まあまあちょっとね、これだけが難点かな、このシリーズ。はい。ワイバーンちょっと見ていきます。巨大な翼を有する翼竜。一対の大きな翼を生やした二脚竜。口から吐き出される火炎や尻尾の毒も強力だが、一番の武器は高い飛翔力。飛ぶ力がすごいんだって。属性は風。伝承地域はイギリス。出典はイギリス伝承。そして、戦闘体長は10メートルで、スピードがすごいですね。うん。はい。ルブロン大土蜘蛛っていうのがどれぐらい大きいのかわかんないんだけれども、パッと見ワイバーンの方が強そうだよね。はい。ということで、スプラトゥーンに戻ります。スプラ好きだからね、なんとかコンプしたいんだよね。さあ、どうかな。お、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 いいね。あ、オクトリングじゃん。やったー、コンプ。まあね、あのシークレットが何かはまだ分かってないですけど、とりあえずラインナップ表に行ったここのメンバーは揃いました。やったね。はい、こちらも絶妙なポージング。ちょっとこれ手をね、ここにくっつけれる、この部分にもパーツがついてたら、こうちょっとね、角度があれでもくっつけれたんだけど、ちょっとそこは難しいのかな。顔の、このね、首の、髪の毛とここがぶつかるので、他の角度にはしづらい感じなので、その点だけあれですけど、足止めるところも斜めにこう、止める感じなんですが、すごくかっこよい、ね、仕上がりになってますよね。ちょっとかかとが浮いてるっていうデザインでバランス取れてるのは、かなり、いい。すっごくいい。ということで、これもね、最高だな。ほんと完成度高いです。顔とかもね、表情もいい感じ。やったね。はい、ということで、ちょっとスプラを加速させよう。ちょっとあるとこちょこちょこ取っていきます。取れるところね、先に取ったらね。いい波だ。このまま、コンボしたい。シークレット出てほしいなぁ。お!これもね、結構レアです。はい、インクリングのイエロー。これね、組み立て難しかったんですが、とってもかっこいい。はい、組み立てるとこんな感じになります。このね、狙いすましてる感じ。とってもいいですよね。いやー。はい、組み立てこれも面倒ですが、みんな頑張ってください。これもね、好きなの、嬉しい。スペアがちゃんとゲットできた。いや、今回は一系かぶっても何の問題もなく、さすがって感じで、むしろ嬉しいんですけど、うつほちゃんとかね、あの、ふうかちゃんとかも人気ですよね。あ、イカー、イエロー。イカもイカでね、かぶったところでって感じなんですが。今回は、前回出た時と違って、あんまりイカ祭り、タコ祭りになってないのもありがたいところ。さあ、なんだ。あ、こじゃっちくん。ちょいちょいっとよっけて。一番下の二つあたりはちょっとね、手伸びづらいので、残しておきます。他をね、開けながらやります。さあ、誰だ?万太郎、来い、万太郎。
木彫りのクマー、クマー、クマが一番着やすいかな。どうだろう。ちょっとこれも開けちゃう。ブルーもいない。万太郎、とりあえずね、やったね。で、平たいので安定させるためにちゃんとこちらもついてます。はい、万太郎完成。いいね、いいね。やったね。こんな感じだったんだね。ちゃんと薄い万太っぽい。え、いいねー。はい、ゲット。と。はい、じゃあ続いて、すみっこ暮らし3開けていきます。これは、アイスのトカゲちゃんとシークレット探してます。ほんとこちらもあと少しなんですけど、これがなかなか出てこない。誰だ？これは？誰？あ、犬のね、猫。犬の猫。はい、このシリーズ、ほんとかわいい被り物ですが、猫が犬になるなんて絶対ないような感じの組み合わせがたまらない。かわいい！あ、なんかいっぱい入ってる？なんだ？あー、今回は犬シリーズかも。ペンギンの犬。はい、ペンギンの犬もたまらなく好きなんですが、とっても可愛いです。娘。お願いだ。犬シリーズから離れて、アイスシリーズで。トカゲ、トカゲ。割れないよ。誰だ？こい。誰だ？猫！猫のアイス。アイスシリーズって意味ではね、いい線来てるんですけど。猫デーだ。さあ、来い、とかね。シークレットも誰なんだろうね。そろそろトカゲのシークレットも来ないかしらと思うんだけど。すごい競争率高そう。なんだ。白クマか？白クマですね。温泉から帰ってきたとこですかね。お土産持ってます。これまた可愛いね。いいね。白クマ！ちょっと避けて。開けちゃうよ。開けちゃうよ。はい。ラスト。長い。どっちか、シークレットか、トカゲか、そんな感じで。おいで。猫、今日は猫デーだわ。はい、ということで、猫の実コンプみたいになってますけど。まあ、そんな日もあるよね。かわいい猫がいっぱい見れました。猫好きだからいいよ。かわいい。かわいいです。すみっこ暮らしはすみっこ暮らしスペシャルをもう一回ぐらいやんないとダメそうなので、ちょっと頑張って集めたいと思います。はい、じゃあ、最強図鑑シリーズ、ドラゴンが一個残ってたから、ちょっと開けまーす。誰だろう。さっきのワイバーンもドラゴンっちゃドラゴンっぽいよね。あ、オーリュ、
ここでシークレットだー。まさかの王竜です。受ける。一個しかないやつシークレット来るなんて。いや、強そうだけどね。なんかドラゴンだけど、ボディ部分の、なんか胸板の厚さがやばい。いや、でもこのシリーズも確か、王竜は出たけれども、シークレット2が出てないとかだった気がする。はい。伝説の王たちに助力。天界と地上を行き来できる神竜。古代中国の王たちにその力を貸しており、戦の中で大きな功績を挙げている。属性は光、伝承地域は中国ですね。出典がなんか、本目、増目みたいなやつ書いてるね。三階経、和漢三歳杖かな。戦闘体長は150メートル。でが、まあね、相手によって、でかさを変える感じだけど、戦闘隊長なので。まあね、パワーがね、飛び抜けてる感じで、他もまんべんなくいい力を持ってて、で、高魔力、相手からの魔力をね、防ぐ力も強いので、結構これは、トップになり得る感じじゃないかな。はい、かっこいい。こっちが蓄光タイプで、こっちが無彩色っぽい感じかな。はい。では、ヒロアカいきます。ヒロアカは一通りコンプしたやつですね。今、お菓子の町岡とかでちょっと安くなって売られてるので、欲しい人は買いだと思います。もうそろそろなくなっちゃうと思うので、お早めに。なんか軽いな。誰だ？あ、緑谷くんのノーマルタイプ。はい、チェックくん。細かいところまでね、綺麗に作られてて。いいんじゃないかな。うん、かわいい感じ。いいね。さ、もう一個誰だったかなー。いやー、かっちゃん来てくれるといいけどね。二人でこう並べてあげたい。誰だ？あー、飯田天也めっちゃ来るな、私。はい、ということで、委員長です。はい、飯田天也。ボリュームがあるので、飾っておく分には非常にいいキャラクターですね。はい、残すところ、最強図鑑、選抜編と。スプラになりました。なのでちょっとスプラを最後に残しましょう。さあ、いいの出るかな。お、ルブロンを土蜘蛛。あれ、これだっけか。あ、ワイワンと対戦するやつやったね。まさかの。結構このタイプは手足長かったり、ちょっと気持ち悪いんですけれども、色ついてない分、まあ、リアル味に欠けるっていうか、そこまで私も怖くない。もう虫は、すごい苦手なんですけど、これは大丈夫。ルブロンオオツチゴも、世界最大級のタランチュラなんだそうです。鳥をも食らう巨大蜘蛛。世界一巨大なタランチュラ。攻撃的な性質で大顎や全身に生えた刺激毛を利用して獲物を狩る。分類はクモ目オオツチグモ科。生息地域は南アメリカ。食性は昆虫、小型動物など。体長は100から120ミリ。だけれども、戦闘体長としては71センチです。え、ワイバーンは10メートルですね。10メートル対71センチはどうなの？もう戦いづらそうではあるけど。はい、続いて。これは？バジリスク！バジリスクって聞いたことあるかな？モンスター最強図鑑より参戦。デイノテリウムと激突。
お、なんかかっこいいね。猛毒と視線で相手に死を与える。幻獣の中でも最上級の猛毒を持っている。お、これ強そう。猛毒よりもっと危険なのがその視線。見られちゃダメってこと？人睨みで敵を粉砕してしまう。え、やば。本当に危険極まりない存在である。伝承地域はヨーロッパ。出典ヨーロッパ伝承博物誌。推定全長は20から30センチ。小さいけどって感じ。目合わせちゃダメなやつっていう。デイノテリウム像っぽいけど。やば。はい、その、バジリスク。手いっぱいある。なんか、もっと、鶏身があると思ったら、あ、ほんとだ、手足いっぱいあるわ。鶏の顔してるけれども、手いっぱいの恐竜みたいな感じ。面白い。見られたら最後って感じらしいです。やばいね。これ形がしっかりしてて嬉しいな。やっぱ、しっかりした形で出てきてくれるのが正直で第一条件でもあったりして、こう、並べたりね、コレクションする中で、やっぱ形はね、整っててほしいな。はい、誰だ、最後。あ、いいね。ティラノサウルス、これはいいでしょう。はい、全体的にもう蓄光タイプ多めで出てきてくれて、それも嬉しいです。暗闇で光るタイプなのでね、ちょっとね、夜、お楽しみをしてみようかなと思います。こちらの対戦相手はヨルムンガンド。ヨルムンガンドも聞いたことあるね。はい、みんなが知ってるティラノサウルス。恐竜最強図鑑より参戦です。究極の進化を遂げた暴君竜。凶暴凶悪な大型肉食竜。恐竜時代の末期に登場した最大級の肉食恐竜。圧倒的な戦闘力で最強の王者として君臨していた。分類は竜板目、獣脚亜目、ティラノサウルス科。生息地域は北アメリカ。生息年は7000万から6600万年前。ずっと昔だわ。はい。食性は肉食。全長は12から13メートル。凶暴性、攻撃力高いですね。そして何より、パワーと頭脳があるのが結構でかいです。頭いいからね、追っかけてくるんだよね。はい。生き残っただけあるというか、ね、進化した感じがしますよね。瞬発力、持久力もあるので、めんどくさいですね。防御力ももちろんこの体だからあるし、まあ、速さに至ってはもっと速いものもいるっていう意味では、あれですけれども、決して遅いわけではないし、でかいのでね。まあ、ティラノサウルスは強そうだわ。はい、ラインナップはこのようになっています。裏を見ると、ちょっとね、影のものから、ちょっとこんな感じよっていうのが見えるようになってます。ティラノサウルス、ヨルムンガンド、ライオン、両面スクナ、アンズー、ダイオウイカ、デイノテリウム、バジリスク、ルブロンオオツチグモ、ワイバーン、そしてシークレット1、シークレット2となっています。シークレットちょっと気になるのでね、こちらもちょっと買い足してみようかな。はい。いろんなシリーズの最強図鑑の選抜編なので、なんか見たようなキャラクターもいますけれどもね。ぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください。これ結構面白いんだよね。はい、今日のメンバーでの最強はなんだかんだ私バジリスクだと思います。小さいので、大きいものから逃げやすく、そして目を合わせるだけで、ね、相手倒しちゃうっていうのはでかいんじゃないかな。はい、ではラストスプラトゥーン3開けていきましょう。シークレットとタコブルー出てくるかな。おー、横に。はい、この中に何が入っているかな。ん、これは、あ、1番です。1番なのでこの子ですね。はい、とってもいいので嬉しい。
本日ラスト。まあ、出なかったらね、また買い足します。シークレット気になる。誰だ？惜しい！赤いタコ。はい、青いタコが欲しかったな。はい、ということで、残すところ2つですね。今回、万太郎とオクトリングブルーが出てきてくれたの、本当にでかかった。頑張ってね。コンプまで粘ってみたいと思います。はい、というわけで今回はチョコエクとチョコサプ一緒に紹介してみました。いかがだったでしょうか？集めるとね、より飾りがいがあるラインナップとなってますので、ぜひぜひ皆さんも手に取ってみてください。では、次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。